ゆっくりしてってね。DC 坂津区最短年数全冠制覇。アジアスーパーハイでアジア王者、始まるよ。J1 第27節で平塚の J2 降格決定。6年ぶりの J1 復帰でしたが1年で降格。京都がガンバに勝って残留決定。残る J2 降格は広島、ガンバ、セレッソ、札幌4クラブに絞られました。J-杯 4連覇、来年は決勝で PK 負け。ガンバが広島に直接対決で勝って残留に大きく前進。札幌が浦和に勝ち、セレッソが京都に延長負けしたので、残り2節で札幌が降格圏から脱出、セレッソが降格圏に沈みました。次節セレッソと広島直接対決。広島がセレッソに直接対決で勝って、ガンバと共に残留確定。札幌は京都に負け、勝ち点を伸ばせず。残る J2 降格は札幌とセレッソに絞られました。最終節札幌は広島戦、セレッソは 3F マリノス戦。セレッソが奇跡を起こすかも？青ヶ島 J1 6連覇。札幌が広島に勝って自力で残留を決めました。セレッソは 3F マリノスに勝ちましたが、奇跡は起きませんでした。再来年青ヶ島は2にならないといけませんが、ライバル富岡シエロが強くなってきたので問題ないでしょう。前期は虎が鬼に7点差でしたが、最終節5得点の鬼が逆転で得点王、2得点の虎1点差で2、鬼が総評価 9.3 で年間 MVP。 アジアスーパー杯はアジア杯がモデルで現時点で韓国、イラン、サウジアラビアの出場が確定。ガルフ杯は同盟の大会がモデル。世界7位イタリアと対戦決定。2002年ワールド杯が開催国決定から開催都市決定まで問題が多かったことはこれまで述べましたが、今回は大会期間中の諸問題を取り上げます。韓国側では1対戦国に敬意を払わない、2個人問題がありました。ホスト国なのに対戦国を侮辱した横断幕、国家斉唱中のブーイングを韓国サッカー協会は放置しました。まず大会直前の親善試合、危険なタックルで自弾を負傷させ、韓国代表はフランス代表監督にコート非難されたことが幕開けでした。前回優勝国がグループリーグで1点も取れず敗退したことは興ざめでした。ポーランド代表は、韓国サポーターが宿舎前に退去して騒ぐ、安眠妨害を執拗に受けました。グループリーグ初戦、韓国はポーランドに 2-0 で勝ち、ワールド杯出場5回、15試合目で初勝利を挙げました。杉下パスカット、立浪が拾って、サイドを上がる萩原にパス。萩原、鬼にサイドチェンジ。ピッチの幅を広く使った攻撃、鬼トラツインタワーのワンツーから先取点。押し込んだ。前半18分からゴール。登場。チャンスを逃しませんでした。トラのポストプレーと鬼のクロスも正確。パワーだけじゃなく技量も高いです。いい判断でしたね。ディフェンダー2人が挟み切れず、ゴール下隅を狙う余裕までありました。次のアメリカ戦では前半先制され、アンジョンファン選手が78分同点ゴールで引き分け、大の事件を闇したスケートパフォーマンスが韓国サポーターとマスコミの拍手喝采を浴びました。ショートコーナーから繋いだ折り返しをスライディングで決めて、トラ2点目。トラ、前方宙返りパフォーマンス。1点をもぎ取りました。しかし初戦アメリカに2-3で負けたポルトガルが、2戦目ポーランドに 4-0 で勝ったので、いやー、これは韓国は3戦目ポルトガルに勝たないといけなくなりました。1点は大きいですね。3戦目ポルトガルは退場者2人で、1人目は妥当な判定でした。韓国は 1-0 勝ち始めてグループリーグ突破しました。日本右サイドから進む。これは当然のファール、イエローは出てもいいかも。
二つのプレイスキック精度は世界最高。利き足は左です。直接フリーキックのチャンスを得ました。直接狙うにはやや遠いか。壁も2枚だけです。壁を作ります。強烈なキックがゴール左端を上から下に落ちました。前半26分、二つの前方宙返りパフォーマンス。ダメ押しのゴール。キーパーなのにフリーキックで張ったトリックをそのうちやるかもしれません。最近は経験も積んで落ち着いたプレーが見られますね。攻撃的ポジションやサイドバックなどフィールドプレイヤーでも活躍できます。決勝トーナメントイタリア戦で当時のワールド杯10代5審第7位と第6位が起きました。この時のエクアドル人自身は国際審判リストから除名、国内でも出場停止処分を受け、翌年33歳で引退してます。立浪軽く触って4点目。アシストのトラと称え合って杉下と抱き合います。いい時間に追加点が入りました。立浪は積極性 D、 効率よりも確実性を重視します。素晴らしいシュートでした。いやーしびれますね。悪く言えば花がないしかし持って生まれた気質であり、ね、頼りになるとも言えます。忘れてほしくないですね。準々決勝スペイン戦でモリエンテス選手のゴールが2度も取り消されたことが第9位と第8位に入りました。欧州では強裁を支持した理事たちが非難され、韓国は大技で返す結果になりました。オムのホストプレイから杉下5点目。決まったゴール。ヒデは7番だし10番は迷いましたが、立浪ではなく杉下にしました。杉下は積極性 A でスーパープレイにもトライすることが多いからが理由です。当たり前のプレイも当たり前にできるんですけどね。日本のマスコミは沈黙してましたが、イタリア戦後テレビ番組で飯島愛さんが私が守ってあげるから奥寺さん本当のこと言ってと発言したことが物議を醸しました。確実にリードを奪っていましたね。準決勝はドイツが 1-0 で勝利。明石家さんまさんはワールドカップの歴史は守られたと発言しました。66年北朝鮮ベスト8を超えろという上の圧力に逆らえなかったという憶測もありました。3位決定戦トルコ戦の朝、北朝鮮艦艇が韓国側に突如発砲する事件が起きました。北朝鮮の意図は不明ですが、2年ワールド杯は平和の大会ではなくなりました。決勝トーナメント1回戦ベルギー VS ブラジル戦でも前半イルモッツのゴールが謎のファールで取り消され、後半開始直前日清がブラジル選手の前でベルギー選手に誤審を認め誤ってしまう事件が起きました。鮮やかなパス回しから6点目、トラがハットトリックを決めました。ゴールイン。後半21分、東条ハットトリック達成です。10代誤審の半分が2002年大会で起きたので、欧州では第2回イタリア大会は映像で確認できないのでワーストの大会と評価されました。そうですね、こういうゴールの陰には猛練習があるということを忘れてほしくないですね。日本は2勝1分けグループリーグ初突破を1位で決めました。初戦ベルギー戦鈴木孝幸選手のゴールを高く評価する方は多いです。うつ主もそうですが、後半40分の稲本選手の幻ゴールはファールには見えなかった。自身がそう見えたなら仕方ないですね。稲本のカットから鬼が1人で持ってって7点目。日本追加点ダメ押しのゴール。本作では90か11が最高スコア、あと20分以上あるので9点取れるかな。本当にいい動きしてますね。日本側の大会運営は最高級の評価をされました。こういうプレーですよね、いいのは。結局 7-0 勝利。交代したかったけど、まあいいでしょ。韓国側は自国にしか関心がなく、チケットが大量に売れ残りましたが、日本側は全席完売。しかし日本側でも目立つほど空席ができました。FIFA は結局両国にわずかな慰謝料を払ったので、球体依然とした組織であることを自ら認めました。ごきげんよう、さようなら。
決勝戦はサウジを PK 戦で破ったイラン。これでアジア戦は最後になるかもしれないので、アジア杯の話をします。1956年創設で韓国が優勝、60年連覇、64年イスラエル、68年からイランが3連覇、80年クウェート、84年からサウジアラビア連覇、日本は88年初出場、国内リーグを優先して、大学生主体の B 代表でした。地元広島で開催された第10回大会は、日本クル代表で初優勝しました。グループリーグ最終イラン戦で決勝点を決めた三浦和義選手は、魂込めました、足に、とコメントされました。最多優勝は日本の4回、イランとサウジが3回、韓国2回。96年 UAE 大会は日本ベスト8、ベスト4は全て中東諸国でした。開始早々のコーナーキックで得点ならず。2000年は日本が東アジア勢として初めて中東開催で優勝しました。中東の笛をものともしない快挙でした。よく飛び込みました。中東の笛は82年ワールドハイ、フランスクウェート戦で広く知られました。クウェートのファハド王子が客席からピッチに乱入し、不審に何かを告げるとフランスの得点が取り消されたという事件でした。ワールドハイ史上一度認められた得点が取り消された唯一の事例。90年イラクのクウェート侵攻で王子は射殺されたので真相は不明。前半6分、トラ選手権。前半6分、試合が動きました。先制登場。パワーばかりじゃなく、キーパーを鮮やかにかわすテクニックもあります。素晴らしいシュートでした。ナイスシュートですね。センターラインからゴール前まで一気にドリブルでぶち抜く走力もありますね。4年中国大会は最も印象深いです。当時のジーコ監督が日本国歌斉唱でブーイングされることに激しく抗議したので、日本が勝ち進むと世界の目が中国に注目していきました。奥村パスカットから一人かわして、トラにパス。日本シュートチャンス。トラ、いいところでファールをもらった。これは足を狙ったか。川本達政と川本鬼重は兄弟ではと言われてました。公式の書籍でそう書いてあるのを見た記憶がないのでわかりません。まるまるに書いてあったとご存知の方は教えてください。ここからニアポスト、達ニアポスト、鬼が前に競り勝った。前半15分、鬼追加点。見事に追加点を挙げました。タツは不調が鬼と同じで、本来連携がつながらないんですが、本作で特殊連携があったのか、記憶にないです。ここは本当に頼りになる選手ですね。準々決勝ヨルダン戦を名勝負に挙げる方は多いです。PK 戦で中村選手とサントス選手が PK スポット付近の芝が荒れてて軸足が滑って枠を外す、絶体絶命でした。落ち着いてさばきます。鬼のパスから、トラポストプレイ、リターンを受けて鬼が切り返し、一人かわして2点目、前半22分、試合を決める3点目。川本、確実に決めました。キャプテン宮本選手が自身に詰め寄り、前代未聞の PK 戦中のサイド変更が行われました。川口選手が4人目以降4連続で止めて勝利。はい。この1点でかなり盛り上がりますね。準決勝バーレーン戦は後半6回の中澤選手同点弾、延長玉田選手のゴールで勝利。ボールが流れた。クリアしました。コーナーキックのクリアをヒデが拾って杉下にパス。杉下ダメにダメを押す4点目を決めた。前半28分、勢いが止まりません。得点を重ねていきます。
中国も5戦で相手にベンチから1人を含む退場者4名で決勝進出しました。いやー、さらに決勝の3日前に発表した指針を当日までに3回も変える前代未聞の怪しい動きをしました。決勝戦は8年北京五輪は大丈夫かと世界の目が注目してました。そのためそれほどひどい判定はなく、日本が 3-1 で割とあっけなく3度目の優勝、初連覇を決めました。虎のパスから杉下、ゴール正面でいいところでファールをもらった。直接狙ってもいいけど、横にずらしてもいいな。狙った、直接行った、タフが決めて5点目。前半35分、日本追加点、ダメ押しのゴール。試合後、数千人の中国サポーターに取り囲まれ、日本代表とそのスタッフ、日本サポーターがスタジアムを脱出できたと報道されたのは、日付が変わった後でした。前半終了間際、コーナーキックとなります。6点目1得、このメンバーならコーナーキックの得点率も高いけどクリアされました。ここはディフェンダーがクリアです。4年アジア杯は最も印象的な反面、トラウマにもなってます。中国でだけはどんなことがあってもワールド杯は絶対に開催してほしくないです。シャレになりませんね。次回大会は7年東南アジア4カ国で開催されました。日本は準決勝でサウジに3-2で敗れ、3位決定戦で韓国に PK 負けで4位、3連覇を逃しました。スローイン胸トラップから鬼が1人軽くかわしてクロスとフリーの立浪、軽くゴール。後半8分、6点目、日本今日のゲーム6点目、全く容赦ありません。この動画シリーズはやり込みプレイなので、終盤になると一方的な試合が多くなってしまうと思います。しかし本作発売の頃の対戦 BBS では全然勝てないウグだと思われます。11年カタール大会は前回から参加したオーストラリアとの決勝戦延長でリタダナリ選手が決めた決勝戦で最多4度目の優勝。得点直後、解説のセルジオ・イチゴ氏がホラリラロと叫んだことが印象的でした。杉下から鬼のポストプレイ、虎が軽く7点目。ボールが入りました。ポストプレイだ。突っ込んできた。決まった。虎2点目。あと20分以上あるから2試合連続ハットトリックかも。7点目、全く容赦ありません。一方的だけど、ハットトリック決めたらホラリラロと叫んでみます。登場、難なく決めました。シュートは手堅く決めるのが一番ですよ。はい。この1点でかなり盛り上がりますね。15年オーストラリア大会は92年日本以来の開催国優勝を決められました。開催国を脅かしてほしかったけど、 UAE に PK 負けでベスト8でした。残り時間わずかだから交代させます。ここはディフェンダーが止めました。19年 UAE 大会は決勝でカタールに敗れ、5度目の優勝ならず。カタールは帰化選手が多いけど、22年ワールド杯が不安じゃなくなるほどの強さでした。初期の頃はいろいろあるけど、大会を重ねるとみっともないことはどこもやらなくなるものでしょう。鬼パスカットから終了間際でも全く衰えない運動量で上がる。ディフェンダーの股を抜いた。ゴール前のトラムパス、2試合連続ハットトリップなるか。キーパーが弾いて鬼が詰めた。鬼のハットトリックで8点目。川本、絶好調、ハットトリックです。ホラリラロ、鬼トラツインタワー、どんだけ点を取るんだろう。川本、難なく決めました。これはよく決めましたよ。パスもフリーキックもいいのが来て、自分でも持っていけるからな。気をつけてほしいですね。アジア4強トーナメントで計15得点無失点。ここで主審のホイッスル、試合終了です。文句なくアジア王者、アジアスーパーカップ初優勝です。
次のガルフ杯は日本杯と同様世界上位が揃ってます。それで優勝すれば来年初頭インターナショナル杯地元開催前に日本は世界一位になります。アジア王者は通過点に過ぎませんが、この叫びで喜びを表現します。ほらりだろう、ごきげんよう、さようなら。2022年カタールワールド杯が決まった時、2002年よりは問題を起こさないだろうと思ってましたが、決定後開催時期変更という前代未聞のことをやってなかなかやるなと感心してしまいました。中東の笛なんて過去のものと感じられるクリーンな大会になりますように。ご視聴ありがとうございました。